どうも、バーチャルフォックスのやたのです。本日紹介するワールドは D2 ビッグロボットバトル。巨大ロボットを操作して他プレイヤーと戦う対戦型ゲームワールドです。ワールドに入るとそびえ立つロボット、そしてプレイガイドがあります。説明は英文ですが、簡単な操作となっているのでご安心ですね。エントリーするには目の前のジョインボタンを押すことで参加することが可能です。全員が参加したのを確認したらスタートボタンを押してゲーム開始となります。ロボットのコクピットに自動的に転送されるので、これを操作して相手ロボットを倒しましょう。このワールドは2分という時間の中、どれだけ相手にダメージを与えるかを競うルールとなっています。ロボットは自身が動くのと同じように操作が可能で、右トリガーで射撃が行えます。またジャンプもできる他に、移動キーを押しながらジャンプすることでブーストが可能です。ブーストや射撃は行うと手元のエネルギーゲージが減り、なくなると使えなくなるので注意です。敵に攻撃を当てるとヒットと表示され、これが出るとポイントになります。また攻撃が当たると画面が赤くなり、ライフがゼロになると撃墜され手元の位置に戻されます。制限時間が過ぎると元の位置に戻り、エントリーパネルの隣にスコアが表示されます。当てた分だけポイントになりますので、積極的に狙って攻撃しましょう。またアイテムの欄のところでは、ライフ、ブースト、弾丸のゲージの比率を変更することが可能です。カスタマイズが少し可能なので、お好みで調整して戦闘に臨みましょう。こんな感じでロボットを操作して戦うクエスト対応ワールドです。ルールや操作もシンプルでわかりやすいため、サクサクと遊ぶことが可能です。巨大ロボットに乗るというロマンも感じられます。それだけでも楽しいと言えるでしょう。そんな感じでロボットに乗って戦えるワールドを、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。